こんな感じになりました。もうこれで完成。今回はですね、すごく簡単なね、レンジ飯ね、私は新刊が発売されまして、はい、至高のレンジ飯っていうのが発売されました。マジで至高のレシピ本と同じぐらい苦労して作った本です。本当にこれで、僕が一番気に入ってるレシピ、とろたまカルボライスっていうのがあるんですよ。これね、マジでうまいです。しかもめっちゃ簡単なんで、これを今ぐらいやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はですね、まず卵が2個、卵2個たっぷり使います。で、ベーコンが 30g、 30g でもいいですよ、 40g でもね、いいです。気長に入れてください。で、ご飯が 200g、 ピザチーズが 30g、 あとは概要欄に調味料書いてありますが、オリーブオイル、コンソメ、黒胡椒だけだから、割とズボラ飯の域になります。とろ玉カルボライスということなんですけども、この特徴っていうのはね、卵をね、半熟にしてとろっとした半熟の卵かけご飯みたいにして、チーズと一緒に絡めて食べるっていう、本当に美味しいご飯レシピなんですね。このトロッと感を大事にしたい。なんでですね、まずは僕をトロトロにしていきたいと思います。アルチューマシーン、いいよ。トロ玉粒子になっていきます。くわうめぇ、一気に冷えてやがるぜ。締めのとろ玉カルボライスです。じゃあやっていきたいと思います。まずですね、ご飯ね、あったかいご飯を用意したいんで、こいつをだいたいね、200g でいつも冷凍してるんですけども、3分40秒ぐらいやるとね、炊きたてに戻りますんでね。そしたらですね、ここにこのボウルね、このボウルに卵ね、2つ入れていきます。はい、あとピザチーズですね。ピザチーズここに入れていきます。はいはい、でね、混ぜておく。で、これ、ね、最初にやっといてくださいね。これなんで最初にやっとくかっていうと、卵をね、常温にしておきたいんですね。だから冷蔵庫に取り出した卵、冷たい卵でいいんですよ、これ。でも最初に割って、こうやって常温にしておいてくださいね。次はね、これ丼、ここに、ベーコンもね、もう最初包丁で丁寧に切ろうと思ったんですけども、いらない。もうこうやってちぎればいい。ハーフベーコンとかね、はい、こうやってちぎりましょう。ここにベーコンの細切れが入りましたね。で、ここにですね、調味料入れていくんですね。オリーブオイル大さじ1杯、そしてコンソメ。カルボライスのね、このベーコンとコンソメの混合物ができました。で、ここに、はい、あったかいご飯ドーンします。これドーン。で、これ入れて1回温めたいんです。これなんで温めるかっていうと、器とこの下のベーコンを温めたいんですね。そこに卵液を入れた時にすごく完熟になるんです。2分間チンしてください。はい、はい、こんな感じになります。はい、この容器の厚さが重要なんですね。これめちゃくちゃ熱いんですよ、容器で。このご飯も熱いんです。で、ここに溶いて常温にした卵液を入れるとどうなるか分かりますか、皆さん。で、卵液入れるんですよ、これ。はい、で、これを、混ぜるんですよ。ちょっと熱いから、これも使いましょう。こう混ぜるんですよ。混ぜるとどうなるか。容器が熱いんで、この陶器がすっごい熱くなってるんで、どん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 ね、卵が固まってくるんですよ。で、すごくね、半熟になってくる。で、この熱で卵とこのチーズも溶けてくるんですよね。で、これがトロトロの非常に美味しいカルボナーラみたいなね、半熟さになるんですよ。で、この時点であんまり固まってないなとか、もうちょっとトロトロさせたいなっていう方は、レンジで数十秒チンしていただくと、だん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 固まってきますんで、こう今いい感じなんですけども、もうちょっとやってもいいかな。20秒だけチンしてさせてもらっていいですか。20秒だけチーズは。はい、皆さん見てください、こんな感じになりました。20秒、かなりご飯はトロトロしてます。はい、で、ここにですよ仕上げに黒胡椒なんで、黒胡椒入れます。はい、これはね、もうお好みでいいです。で、パセリですね。はい、でも、もうこれで完成。めっちゃ簡単でしょ。レンジでできるトロ玉カルボ。
それではレビューいただきます。ギューこれ絶対うめえだろ。おいポーペーして、めちゃくちゃうまい。これトロットロの卵にご飯が絡まって、卵かけご飯じゃないんですよ。ちょっと半熟に固まってるんで、コンソメの旨味とチーズのコク、これが具合って、ほぼほぼリゾットですね。これうまい。こんなにトロトロの半熟になるんだって感じですね。この感じはね、レンジじゃないとなかなか難しいんですよ。これはね、 TKG の革命、 TKG なんだけど TKG じゃないのかといってチャーハンではない、そんな最高の美味しさになってますよ、これね。じゃあじゃん、乾杯。いただきます。うまっ。もはや炭の味だけ。すごい、こんなに半熟になるんだね。これはうまい。これだけでしょ、丼だけ。丼だけです。あ、ほとんど虚無シリーズということで、このレンジ飯はほぼ未公開します。僕みたいなね、一人暮らしのバツなし、子なし、解消なしにはすごく便利だと思います。男女問わずです。で、ぜひ買ってみてください。概要欄にね、Amazon のリンク貼っておきます。概要欄にAmazonのリンク貼ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。電子レンジで調理したものは美味しくないっていう方いらっしゃるんですけども、正直言うとこれって、それを言ってる方は電子レンジ調理を知らない方なんですよ。これなんでそうやって言う方がいるかっていうのはすごくよく分かってて、なんでかっていうと、電子レンジ調理ってほんの10年前ぐらいに初めて、提唱されてたんですよ。本当に古くから言うと、何十年前から電子レンジ調理っていうのをやってた方もいるんですけどね、流行ったのはもう本当に10年前ぐらい、なんですけども、それが、そうね、で、10年前っていうと、ね、料理をやる方って、大体ね、それ以前に料理を習った方っていうと、電子レンジっていうのは調理に使うものじゃなかったんですよ。なんで、習ってないんですよ。習ってないことっていうのは非常に受け入れがたいんですよ、人間って。なんで今までの常識を覆すっていう意味だと、なかなかすごく入ってこないんですよ。なんですけど、これね、一つだけそう言ってる方にお願いします。一回作ってもらっていいですか。一回作ってください。それで美味しくないっていうんだったらあれなんですけども、一回作ってる。正直僕の電子レンジレシピとかはむしろ電子レンジの方が美味しいものまであります、はい、そういうのはこの動画内で言っていくんで、電子レンジは美味しくないって思ってる方、このカルボライスはむしろ電子レンジがうまいです、はい、なので、これ作ってください。めちゃくちゃ美味しい。